はい、こんばんは、トーマツウキです久しぶりですね1週間ぶりかなはい1週間ぶりの動画なんです、最近あんまし動画出してないような気がしますけどまあ <laughs> そう、ちょっといろいろありましてはいまあいろいろっていうか、大したことではないんですけどねはい、まあ、はい今日のお話はですねあの最近なんか保守系のチャンネル の YouTube の保守系のアカウントの、ね、もうチャンネルがなんかもう凍結されたり相次いでますね。あのー、確かあの橘隆さんっていう NHK をぶっ壊すっていうあのー、NHK から、ま「守る」党でしたか名前ちょっと忘れましたけどあのその方が何かのチャンネルですねあの橘さんのチャンネルが。 もう一応凍結されてもう削除されたもう完全にあ削除じゃないかん凍結されたんですけどもう今はなんかまた新しいチャンネル作ってあ,あ,あれなんですけどあの新しいチャンネル作ってあの再びもやってるんですけどはいまあ相次いでやっぱ凍結されるのが相次いでいますねあと武田恒康さんのチャンネルも凍結されて今はもう。 新しいチャンネル作ってなんか活動してますけど YouTube ではいまあいろいろ大変なくなってますねあと確か櫻井誠さんあの元在徳会であの日本第一党の党首の方代表ですねあのその櫻井さんのチャンネルあじゃない日本第一党のチャンネルですかねその,あのアカウントも停止あ凍結されてね今は ま、作ってるのか分かんないんですけど本当に YouTube がなんて言うまですかねあの自由にできなくなってるっていうかもう向こうからのこうどっちかなもう一応なんか YouTube か5チャンネルとかであの前も言いましたけど、ね、YouTube のかネット上の動画側をあの保守系のチャンネルも,も含めてあの動画報告して潰せようぜみたいに。 なんかそういう祭りみたいな状態になってるんですよね。もう一種もうゲーム化状態ですね。こういう報告して潰しちゃうぜっていうのがもう、なんていうんですかね、ゲームみたいになってるんですよね。だからもう本当にこのね、あの、ま、まあ、祭りって言い方はあれですけど、もう終わってほしいですけど、どうなんかつね、終わらなさそうな気がしますよね。はい。 まあ今のところは、あの、かずやチャンネル、あかずやさんのチャンネルは消されてないみたいですね。韓国関連の動画はもう非公開になってみたいですね。はい。まあ、あれですね。今のところの星系のチャンネルは、あの、そうですね。あの、虎ノ門ニュースっていうチャンネルはまだあるみたいですし、あと、チャンネル桜とかのアカウントもあります。でもチャンネル桜は動画一つ、 消されたみたみいですねあの沖縄と北海道についての何かではい消されたみたいですけど、はい、大変ですねまあ YouTube にまでこんな言論ダンスみたいなことがあるとちょっとあれですね今後ちょっとどうなっていくか分からないですよねもう僕ももしかしたら <laughs> チャンネルアカウントを消されるかもしれないですね。まあ僕は、あそんなに売れてないって言い方、売れてないっていういあれで変な言い方ですけどあの、視聴回数もそんなにないですし、チャンネル登録者数もあんましてないので、もう大丈夫なのかな、まあ。あの差別的発言はあんまししてないような気がしますけど、まあ。 まあ一応これからなんとかね気をつけようかなと思ってますね。はい。あもう今日はもうこれぐらいにしときましょうね。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。